イツハクラビンは、イスラエルの政治家、軍人、参謀総長、首相、イスラエル労働党党首を歴任、陸軍士官学校卒業、イギリス移任党治療パレスチナエルサレムに生まれた。1941年には、ユダヤ人民兵組織ハガナーの一部モンパルマッハに参加する。第一次中東戦争においては、エルサレム防衛の指揮をとり、エジプト軍と交戦した。 1962年には、イスラエル国防軍の参謀総長となり、その指揮により、第三次中東戦争においては、エジプト、ヨルダン、シリアに勝利した。和平合意に調印を握手をするラビンと、アラファとイスラエル国防軍退役後は、外交官となり、1968年から、中アメリカ特命全権大使を務めている。百七十三年には、イスラエル労働党より、 出馬し、当選、イスラエル国会議員、労働大臣となる。1974年に労働党党首となり、コルダメイヤの後を継いで、イスラエルの首相となった。1977年に首相を辞任。ラビンは1984年から1990年まで国防省を務め、その間に体験したパレスチナ人の抵抗に衝撃を受ける。1992年に再度、 首相に就任する。アラブガーとの和平を進め、1993年にオスロ合意に調印し1994年にはヨルダンとの平和条約に調印した。ラビンのこの功績により、ヤーセル・アラファとシモン・ペレスと共にノーベル平和賞を受賞した。1995年11月4日、テルアビブで模様された平和集会に出席したが、 和平反対派のユダヤ人青年イガール・アミルから至近距離より銃撃され死亡した。イツハク・ラビンの暗殺現場、ラビンの墓この暗殺によりユダヤ人民族間の和平への道は断絶され、その後イスラエル内の言論は受け入れ化の流れを強めることとなった。ありがとうございます。